皆様、こんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはカープレジェンドに焦点を当て掘り下げる内容になっています。70年以上の長い歴史を持つカープにはたくさんのレジェンドがいます。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回のレジェンドは貴重な本格派左腕としてカープに入団し、入団当初からアキレス腱、肩の痛みなど満身創痍になりながらも毎年一軍で活躍。ただその間、小石球に対する指示や飲酒制限、治療法などに関しては自分の意思を貫き通し、1974年オフにはルーツ監督と対立して阪急にトレードされた白石静雄氏です。では生い立ちから見ていきます。白石氏は1944年昭和19年5月22日、徳島県板野郡上板町に生まれます。上板町というのは徳島県の北東部に位置しており、徳島市からも約16キロ程度の場所となっています。白石氏は鳴門高校に進学し、甲子園を目指します。なお、鳴門高校は甲子園春夏通算23回の出場を果たし、全国制覇も成し遂げたことのある強豪校で、 OB にはカープで新人王を獲得した川端淳氏、ヤクルトなどで活躍した畑真嗣氏、西武で活躍した塩崎哲也氏などがいます。白石氏は3年生になった夏の甲子園県予選では、本格派左腕として鴨島商業、徳島工業を相手に2試合連続ノーヒットノーランという偉業を達成し、準決勝に進出しますが、徳島商業に完封負けを喫し、甲子園出場はなりませんでした。高校卒業後、1963年には四国鉄道管理局へ入社し、翌年から2年間、四国電力の補強選手として都市対抗に出場。1965年の大会では準々決勝まで進出するものの、この大会、優勝することになる電電近畿に敗れています。すると、この年のドラフト会議において2位でカープに指名され、入団することになるのです。ちなみに、この年、ドラフト同期には1位、佐野真紀夫、4位、水谷実生などがいます。ただ、白石氏は入団直後から故障に見舞われます。白石氏は日南キャンプに備え、地元、上板町の吉野川堤防でランニングを行うのですが、ある日、地元紙の対談の影響で、夜、足元が悪い道路を走っていたところ、右アキレス腱を痛め、翌日には歩けなくなるほどの激痛に見舞われるのです。それでも1年目の1966年7月には1軍に上がり、7月10日、広島市民球場で行われた阪神とのダブルヘッダー第1戦で4番手として8回1イニングに登板、三者凡退に抑え、初登板を飾っています。その後、しばらく中継ぎで登板しますが、9月4日、川崎球場で行われた対応とのダブルヘッダー第2戦では、初先発を果たし、3回、2失点で降板しています。すると、翌6日、広島市民球場で行われた中日戦では、2試合連続先発を果たし、7回、2失点と好投するものの、味方の援護がなく、負け投手になっています。ただ、9月11日、同じく、広島市民球場で行われた、対応とのダブルヘッダー第1戦で先発し、プロ初勝利を挙げています。こうして1年目は、24試合に登板、うち5試合で先発を果たし、1勝2敗、防御率 5.40 の数字を残しています。2年目になると、シーズン当初から先発を任されるのですが、今度は左膝の内転筋を痛め、1ヶ月入院することになります。2年目は25試合に登板、うち19試合で先発を果たし、5勝7敗、防御率 3.77、3年目も29試合に登板、うち13試合で先発を果たし、5勝8敗、防御率 3.47 と同じような成績で、もう一つ殻を破ることができません。
ただ、4年目の1969年になると、兄や外子は大石弥太郎との先発4本柱を形成、キャリアハイとなる42試合に登板、うち32試合で先発を果たし、初の2桁勝利となる11勝をマークします。ただ、入団当初に痛めた足の状態は良くありません。テープで両足首をきつく巻き、痛み止めの注射をして投げるのですが、アキレス腱の状態も悪化、また片方の足をかばっているうち、もう片方の足も痛めてしまうのです。その痛みは合宿所の2階の階段から降りられなかったほどで、十分に走り込みができず、試合前のランニングはいつも最後尾でした。このため、周りからは横着、走れんのによく投げられるのを、などと陰口を叩かれることになるのです。それでも白石氏はクロス気味に決まる直球と縦に大きく割れるカーブを武器に抜群の安定感を誇ります。5年目の1970年も先発にリリーフにフル稼働、4月は勝ち星を挙げられないものの、5月に入ると24日、広島市民球場で行われたヤクルト戦で完封勝利を挙げるなど3勝負けなし。6月に入っても7日、広島市民球場で行われた阪神とのダブルヘッダー第2戦でまたもや完封勝利を挙げるなど3勝1敗の好成績をマークします。さらに7月に入ると7月9日中日球場で行われた中日戦から16日神宮球場で行われたヤクルト戦まで5連投を果たすなどの活躍を見せ、初のオールスターにも出場、キャリアハイの13勝をマークするのです。このように白石氏にとって1970年は最高の成績を残しますが、良いことばかりではなかったようです。とある巨人戦に登板した際、ピッチャーの渡辺秀武氏が打席に入った際、ベンチから小石球を当てろと指示されたのです。白石氏はできるわけないと突っぱねて、勝負の結果、ヒットを打たれるのですが、この行為が後にぶつけるくらいの気迫でいけという指令に、できないと尻込みしたと歪んで伝わってしまうのです。またこの頃、内野守備コーチに就任した広岡達郎氏から、酒は飲むな、との指令を受けるのですが、こちらも反発します。また球団に対しては自身の足の具合もあり、合宿所の整備に注文をつけていたのでした。ただ白石氏は翌1971年は8勝12敗、1972年は6勝11敗と徐々に成績を落としていきます。それでも1973年になると8勝7敗と持ち直すのですが、今度は左肩を痛めてしまいます。このため針治療を行うことになるのですが、このことが新たな火種となります。1974年、白石氏は入団2年目以降最低の2勝6敗、防御率も 4.50 という成績に終わると、この年のオフ、翌年から監督に就任することに決まったジョー・ルーツ氏から針を抜けと言われるのです。ルーツ氏は東洋医学の針治療に疑問を持っていたようですが、白石氏はこれで肩が治ったのだから抜かないと押し返します。すると小玉義弘、宮本幸信、渡辺博樹との交換トレードで大石弥太郎と共に阪急ブレーブスへ移籍することになるのです。白石氏は梶本隆雄が引退して左腕不足に悩む阪急の貴重な先発左腕として期待されるのですが、移籍初年は3勝8敗防御率 3.83 の成績に終わります。ただチームは優勝、くしくもこの年カープも初優勝を果たし、古巣カープとの日本シリーズが行われるのですが、白石氏の登板機会はありませんでした。翌1976年も主にリリーフとして4勝5敗2セーブの成績に終わると、翌1977年からは主に先発として投げ続けます。白石氏は阪急ではシーズン2桁勝利を挙げることはできませんでしたが、1981年まで毎年勝ち星を挙げ続けます。その間、1977年には巨人との日本シリーズにおいて10月25日後楽園球場で行われた第3戦に先発、また27日の最終第5戦では佐藤義則をリリーフして勝利投手となっています。
続く1978年ヤクルトとの日本シリーズにおいても10月21日後楽園球場で行われた第6戦に先発して完投勝利をマークしています。ただ1軍登板が0に終わった1982年限りで現役を引退しています。結局17年間の現役生活で394試合に登板、93勝111敗、2セーブ、防御率 3.81 という数字を残しています。現役引退後は故郷の徳島市に戻って鉄板焼き店白石を経営する傍ら、古巣 JR 四国や地元の少年野球チーム徳島中央シニアのコーチなども兼任し、プロで培った知識技術を後輩に伝えています。また2007年には四国アイランドリーグ徳島インディゴソックスの2代目監督に就任するのですが、在任中の成績は2007年が全盛期を通じて最下位、2008年の前期も最下位と低迷します。このため2008年7月31日付で成績不振の責任を取って監督を退任し、球団代表に就任すると、翌2009年6月12日には代表取締役社長に就任するのですが、2010年4月1日には球団運営から出資会社の郵政ホールディングスが撤退してリーグ直営となったため、役職が球団代表からゼネラルマネージャーに変更され、シーズン終了後の11月30日付で退任しています。現在は徳島県鳴門総合運動公園野球場の在方検討会議の委員を務めています。以上が白石静雄氏の半生になります。貴重な本格派左腕としてカープに入団し、入団当初からアキレス腱、肩の痛みなど常に怪我に悩まされるも、コンスタントに一軍で活躍。その一方、ベンチから小石球に対する指示や飲酒制限など理不尽な要求に関しては断固として自分の意思を貫き通すと、その後ルーツ監督と対立して阪急にトレード。現役引退後は故郷徳島に戻り、四国アイランドリーグの監督なども務めた白石静雄氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。なお、普段のカープの話題に関してはブログに書いていますので、よかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ではまたの動画でお会いしましょう。